歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。特別企画っていうことで青木先生の書斎からやってるんですけれども、もう人の書斎来たらもう本棚ってやっぱしかも青木先生の本棚すごいですよ。こういうやっぱりこう資料的なものがあるわけですね、はい、バルカン史とかあるんですか？いやそうなんですよ。これ山川出版っていうね、あの出版社で、はい、教科書を作ってる。あ、そうですね。はい、あの、山川出版って言ったら、世界史と日本史のあの教科書、一番メジャーな教科書の。もう、ほとんど独占。そうですよね。しかも、スペイン、ポルトガル史、うん。これはもうだから、イベリア半島。そうですね。はぁ、オセアニア。オセアニアって、どうなんですか？そんな、やっぱ原住民の人たちと、うん、そこに入植した、というか、まあ、イギリス系のね、という人たちの歴史ってことですか？そうですね。だから文字に書かれた歴史の時代っていうのはやっぱり少ないんですよね。ああ、だからまあイギリス人が入って、まあ、たかだか300年ちょっとぐらい。ああ、こう文字っていう話で言うと、うん、実は文字を使わない文化の人たちも結構いたんですよね。そうそうそう。あの南米の北の方ですけど、あ、ね、マチュピチュとかあそこら辺の山岳文化の人たちは、そうですね、あの結び目で情報伝達してたって。そうですね。そうそうそう。もうあそこね、大きな社会なのに文字がないんですよ。いやだからあんなに発達したすごい文明なのに、うん、文字がないってすごいですね。前ね、この番組で、はい、あの大きな組織って文字がないと動かないってね、はい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 、で印鑑別なんですよね。マチュピチュのね、あのインカ文明。いやだから そうなんですよ、うん、ただ途中で忽然と姿を消すというか、ね、滅ぼされちゃうんですよね。あ、マチュピチュはね、はいはいはい、あ、まあでもインカの人たちは滅ぼされちゃうっていう、スペインの人たちからっていうことですよね。スペイン、ポルトガル州はじゃあそのあたりもちゃんと入って、いやそっちの方じゃないですね、あのだから本国の方、この方なんですね、イベリア半島の、はい、だからその侵略を受けたのはこの辺の、あ、ラテンアメリカ史。アフリカってどういう歴史なんですか？これまだね、千差万別で、サハラ砂漠の北と南はやっぱりだいぶ違うんですよね。あ、サハラ砂漠の北のあたりってのはアルジェリアとか、はい、チュニジアとかモロッコとか、はい、どっちかというとアラブ系の人たちが実権を握っている。ああ、なるほどなるほど。で、サハラ砂漠から南側になると、はい、いわゆるあのバンツーニグロ族っていうね、黒人系の人たちが発生を占める、はい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 、アフリカもいろいろあるんですよね。で、いや、どうせ世界に関わってきたのかなっていうのがもう全く分からないですよ。もともとはね、はい、インド洋を中心にアフリカの東海岸なんか貿易ですごく発展するんですよね、はい、で、まあ、インド洋で頑張っていたイスラム教徒の影響でアラビア語なんかも入ってきて、はい、彼らの言語とアラビア語が合流して、はい、スワヒリ語というね。あ、スワヒリ語ってそういうこと、ジャンボですよね。こんにちはっていう、そうそうそう、はいはいはい、合言葉ですね。へえ、それ生まれたり、ね、で残念ながら、ただあの近代のアフリカ言うたら、ヨーロッパから侵略を受けて、まあその数1000万人という奴隷たちが、黒人の人たちが奴隷としてアメリカ世界に連れて行かれるというね、ということですよね。だから本当に翻弄された、で未だもって翻弄されてるところなのかなっていう、これもね、別の番組で申し上げたことあるけど、アフリカの国境線って直線じゃないですか、はい、まあ、結局ね、ヨーロッパの都合で引いた国境線なんですよね。だって直線なんてありえないですからね。昔ね、東大がそれ問題出したんですよ。なんでこんな直線なのって、あ、歴史的経緯について述べようというね。なるほどなるほど。だからもう本当に直線っていうのがもうアフリカの国境を見ると分かると。そうですね。それから西アジア、西アジアっていうと中東、そうですね、中近東ですね、はい、だから中近東ってもう言わなくな、うん、だからね、だからミドルイーストしか言わなくなったんですか、うん、いやいや、あのね、トルコを近東って言ってたんですよ。ああ、ヨーロッパとかギリシャから見て、はい、アジアに、まあ、近いよね、で近東。ああ、そういうことなんですか。近東でも基本的にはやっぱヨーロッパ中心の言い方なんで。なるほどなるほど。あんまり本当は使いたくないですけどね。ああ、はい、じゃあ西アジアっていうのはそういう、あの、そうですね、中東のお話、はい、そうなんですね。南アジアはもう、まあ、インド、パキスタン、スリランカですね。これインド、パキスタンも、うん、先生のね、あのガンディの、うん、あの写真でもありますけども、うん、ねえ、だから
別れちゃったってい う, こう悲しい、ガンジーは絶対分裂するなって言ったらしいですね。カラチンヒンドゥー教徒で、はい、やっぱりその南アジアね、はい、人口も多くて貧しいから、はい、国を作っていくときにはイスラム教徒も、はい、ヒンドゥー教徒も一緒にやっていこうよ、はいはいはい、でこれをその分離独立した後、はい、イスラム教徒中心のパキスタン、はい、ヒンドゥー教徒中心のインド、はい、分離独立した後もガンジーは一緒に国作ろうと言い続けるんですね、はい、でそれを一部のヒンドゥー教徒の過激化から、はい、憎まれて、はい、お前イスラムの手先だろうと、で暗殺されちゃうんですね。あ、でもずっと仲悪いですよね。仲悪いけども、やっぱりインドの人たちの気持ちの中にね、はい、ガンジーの心には戻らないかんっていうそういう気持ちはあるみたい。ああ、そうです。その証拠に、はい、インドのお札の肖像全部ガンジーですもんね。ああ、またあそこは、うん、一つやっぱ身分っていう難しいカースト制でしょ。そうです。その難しさっていうのがあるのかなっていうふうに思ったりとか、うん、私たちにはこう私たちが理解の及ばない、うん、こうやっぱどうしても人間で考えるって言ったら自分の今までの生きてきた中でしかいろんなことを理解できないじゃないですか、うん、それがもう全く根幹が違いますからね。カースト制っていうのはすごくこう細分化された身分差別制度があって、はいはい、ただですね、はい、これも僕が高校生ぐらいまではインドには身分あのカースト制っていうのがあって、まあ、否定的に書いてあったんです、はい、ところが今の教科書には、はい、そのカーストの内部でやっぱり相互扶助の体制があると。あ、そうなんです か, だからそういうプラスの面がなければ、はい、あ、その社会としてずっと存続できないっていうんですよ。あ、やっぱり長らく伝統的に続いてきたものには何らかの存在理由があると。なるほど。ということで必ずしも否定的には書いてないんですね。あ、そうなんですね、うん、だから、まあ、そういうもういや、この辺りもドイツ史だけでこれロシア史、いや僕ね、ロシア、うんうん、ロシアというかソ連というか、うん、ロシアからソ連になってソ連からまたロシアに戻る、うん、はい、ここのところも一回ちょっときちんとやらんといかんでしょ。そうですね、まあ、あの社会主義というね、はい、を掲げて、はい、まあ、それが挫折して、はい、で今のロシアになると、はい、ただ根本はね変わってないですよね。ああ、そうですか。その辺はいつかちょっときちんと喋りましょうね。まあだからいわゆるまあ独裁者っていう言い方していいですか、ね、あの独裁者、それから何がしかのこう暴力性ね、はい、いやロシアの人たちが根本的に暴力主義だっていうわけじゃないですか。いや、そう政治システムとして社会体制として、はい、その体制を守るためにずっと暴力がね根幹にあった。それはなぜなのかって僕ずっと疑問だったんですよ。それについての答えも少しずつ今分かりつつあるんで。そうですか、はい、それからフランス史、これイギリスもちょっと一つはやらんといかんのじゃないですか、うん、これ。いや、イギリスって言ったらね、結局はあの4つの地域の成り立ちですよ、はい、だからイングランド、うん、それから北アイルランド、はい、スコットランド、スコットランドとウェールズ、あのギブスの出身地ね。ここのところがあのサッカーラグビー好きな人はイギリスのことを分かるんですけど、はい、普通の人たちはなかなかイギリスでなんでイングランド、いや 90% ぐらいがイングランドになるんですかね。あ、そうかな。あ、そう、ね、人口的にはですね。そうですね、だから分からないんですけど、ここもだから実は大変な歴史の中で、うん、あの国の中でも大変な感じでやってきたところではありますよね。スコットランドと仲が悪い、ね、もうサッカーリーグも絶対一緒にならないしね。いや、もうこれすごいんですよ。いや、よく言うじゃないですか、あのだからグレートブリテン島で一つのチーム作ったらもっと強くなるのに、はいはいはい、僕らは思うけど、はい、スコットランドの人たちは死んでもいやらしいですね。これはもう本当ね、だから民族の違いなんですよね。あ、そう、言語的にもちょっと違うしね。そうですね、だからあの言語と宗教というか考え方、思想っていうんですね。そう、まあ、いろいろね、だから哲学というか、うん、あの宗教っていうか土着の宗教じゃないけど考え方につながってくるところがちょっとずつ違うと、うん、あれやっぱ成り立ちも違うってことですか。あ、違いますね、ということなんですよ。
それだからここしかもここはねもう先生が言うみたいに今までいろいろ戦争に勝ってきたけれどもなんで勝ってきたかっていうとそんなにご飯が美味しくなかったからどこに攻めて行ってもその地元のご飯が美味しかったからっていう俺先生のあの話大好きなんですよいや面白いですよ、ね、ロンドンの目抜き通りってね、はい、イギリス料理屋なんかないですもんねだってチャイニーズかインディアンですよ、ね、そうなんですよ、ね、カレーが美味しくって中華料理が美味しいっていうところだからどこに戦争に行ってもその地元の料理が美味しいっていうことで力が出た友達がねイギリス留学してたんですよでちょっとイギリス旅行した時に「おいどこうまいとこ連れてってくれ中華料理のいいとこあるよ」って「いやマスターさんいやイギリス料理の美味しいところか知らないよ」でも最近言われるのはフィッシュ&チップスでものすごい美味しいものがたくさん出てるらしいので、そうですか、はい、イギリス料理も捨てたもんじゃないという話もう10分経っちゃいましたもうね本当先生これどういう本ですかこれすごい蛮荒のヨーロッパって、うん、何ですかもう その通り第二次世界大戦後直後の暴力、うん、こんなんもあるんだな、うん、もう現代史はやっぱりね戦争の連続ですからねで特にドイツとロシアの狭間のあたりで、はいはい、その組織的な虐殺が集中するんですよそれもなんかね胸が痛くなる歴史ですよねそうですかさあということで大人の世界史チャンネル先生の書斎から、お届けしましたけれどもいかがだったでしょうかいやーやっぱ人の書斎は面白いですね